チッカーズは徳島県が設定したマスコットキャラクターである。2007年に開催された第22回国民文化祭において初めて登場した。厳密に述べれば、チッカーズは6名のメンバーで構成されるグループ名であるがあまり区別されず個々のメンバーについてもチッカーズと呼ばれる。徳島県小松島市の名産品である竹ちくわを モチーフとしたキャラクターで徳島でちくわを実家と呼ぶことから命名された。第22回国民文化祭の開幕まで500日となる2006年6月16日に誕生、徳島県のマスコット、津田ちくんともに国民文化祭を応援した。国民文化祭の閉幕とともに役目を終えたかと思われたが、その後2008年に開幕したと、 福島マラソンのメインキャラクターに起用された。この起用について、徳島県が発行するメールマガジン徳メルは国民文化祭終了後再就職して初の大役と述べている。以降、と徳島マラソンのメインキャラクターを毎年務め、その他の県内イベントにも参加している。竹ちくわに手足をつけたような容姿で顔はすだちくんの顔立ちにごくにして、 常に笑顔を絶やさない。頭部に鉢巻き、胸にちっかずと書かれた名札をつける。メンバー6名の外観上の違いは、この鉢巻きと名札の色だけである。鉢巻きの色と名札の色は一致していない場合もある。鉢巻きには、イベントの告知や、頑張るーなどのメッセージが書かれるが、鉢巻きをつけていない場合もある。ありがとうございます。